家に戻ろう。みんな外出を控えてるんだよ。マガは夕方に発生しやすいらしいから、日中少し出るくらいは大丈夫だって言ってあるんだけど、やっぱり怖いんだろうね。医師会や厚生労働省が動き出したみたいで、僕の方にも連絡が来た。過去の症例データと意見を求められたよ。事態が落ち着くまで避難勧告を出すのが最善だという報告はしたから、そのうち何か動きがあるかもしれない。今どこだ？わかった。じゃあ家の前で待ってる。大神君？じゃあこれを渡さないとね。これが？ありがとう、助かった。飲む。飲むのはいいけど、人に見られると困るから、中でね。はい。トラ、こっちの姿じゃない方がいいかも。そうだな。姫、離れて。僕の後ろに。血を飲んだ副作用なのか。姫、離れてなさい。すみません、もう大丈夫です。どんな状態か説明できる？飲めば飲むほど頭がぶーっとして、喉が渇いていって、何も考えられなくなりました。こんな風になったのは初めてです。まさかこんな副作用があるなんてね。こんなに即効性のあるものだとは思わなかった。計画は予定通り進められるってこと？はい、十分です。スオー先生は彼女を連れて車で逃げてください。トラとキバが二人を守ります。マガの少ない場所への誘導は俺がします。
それに従って移動してください。わかった。奴が彼女を追って洋館を離れた隙に、僕が洋館内部を探ります。俺たちは一度キバから報告を聞いてきます。日暮れ前にまた来ます。うん。それじゃあ、また後で。ああ。失礼します。それがいい。夕方から忙しくなるしね。そうだね。少し眠ろうかな。姫、大神くんが来たよ。準備はできたか？何の荷物？ああ、そういえば、この前はひどいことになったね。電話で指示を出す。なったらすぐに出られるようにしといてくれ。外にいた方がいろいろ動きやすい。あ、それじゃあ行こうか。雨が降ってきたみたいだね。雨だと人目につきにくい。そういう意味では動きやすいかもしれないよ。一気に降ってきたね。天気予報では何も言ってなかったのにな。ラジオをつけてみよう。今日は4月30日。あと数時間で4月も終わりますが、新生活を始めた皆さんはいかがお過ごしですか？5月病になりそうなんて人もいるかもしれませんね。そんな今日のテーマは、4月30日、時軸の家具の実の後は、ヴァルプルギスナートか。ヴァルプルギスの夜、中央や北欧で4月30日に行われてる春のお祭りだよ。魔女の夜とも呼ばれてる。そう、今日だ。ヴァルプルギスの夜は、死者と生者の境が弱くなると言われてる。今夜にぴったりだ。国や言葉が違っても、教会は同じように存在しているんだろうね。予定変更だ。どこかで止まってくれ。どうしたの？わかった。そのままちょっと待っててくれ。姫、スピーカーフォンにしてくれる？トラ、東町のあたりはダメだ。三山もほぼ覆われています。東も西も全滅だ。アリの子一匹通る隙間すらね。地図が埋め尽くされた。トラ、残る道は一つしかない。分かってる。街を出るぞ。誘い込むどころか追われるの間違いだな、こりゃ。
おい、聞こえるか。町の境まで行ったら一旦止まって待っててくれ。このまま町を出て母さんの家に行く。マガがないところなんてないって言ってただろ。もう彼らに勝ち目はない。姫に危険が及ぶと判断した時には僕の判断で動く。そういう約束だったよね。そんな時間はないんだ。後ろを見てごらん。今車を止めたらあれに捕まる。このまま町を出る。なんだろう、通行止めだ。この先通行止めです。 U ターンしてください。そう言われても町を出るにはここを通らないと。この先で土砂崩れがあったんです。明日になるまで通れません。土砂崩れ？ご協力お願いします。相手側の仕業かどうかはわからないけど、閉じ込められたみたいだね。え？どういうこと？なんでそんなバカなことを。だからってそんな約束守ってくれるかどうかの保証もない。相手は姫を殺そうとしてるんだよ。あ、あんたダメだよ。そっち土砂崩れで立ち入り禁止だから。聞こえないのかな。金髪の男の人だ。日本語がわからないのかな。姫、捕まってて。土砂崩れは彼の仕業かもしれないね。その話はなしだよ。縛ってでも連れて行く。こうなった以上、一旦大神くんたちと合流しよう。あの中を突っ切るしかなさそうだ。人が跳ねてはいないけど、見てくる。大丈夫ですか？
姫、出てきちゃダメだ。こんばんは、お姫様。姫、車の中へ。まあそう急ぎなさんな。少しくらい遊んでくれてもいいだろう。姫！やっぱり宴にはご馳走がないとな。離れろ！実にかぐわしい。これを匂いだけで我慢しなきゃいけないのも辛いが、味にして王子様に八つ咲きにされるのも怖いしな。これは、さすが犬は鼻が利く。お下がりください。ここは私に任せて、お二人は逃げてください。トラ様はこの先におり、お早く。すみません。猿、車の守りを。はい。今のうちに車へ。姫、怪我は？ひとまず車を出そう。これじゃ前が見えない。姫の血が流れた瞬間、一気に集まってきたように見えたんだけど、もしかしたら何か関係があるのかもしれない。姫の血に引き寄せられるとか。姫、血のついた服を脱いで、急いで。姫、血は止まったね。しばらくここでじっとしてるんだよ。絶対に外に出たらダメだ。このままだとこの血の匂いに誘われて中に押し入ってくる。視界が効かないまま運転して事故を起こすわけにはいかないよ。姫は外のあれが完全にいなくなったら、急いで大神君たちと合流するんだ。僕はこれをできるだけ遠くに捨ててくる。今は時間がないんだ。言うことを聞きなさい。
仕入れ。また約束を破るつもりだったのか。好きなだけ逃げればいい。その度に捕まえるだけだ。仲間を失い、行き場をなくして絶望するお前の顔は、さぞ見物だろう。すべての望みを絶って、鎖につないでやる。そうすれば、お前は俺だけのものになるんだろう。起きたのか。また逃げるつもりなのか。この屋敷内、どこにいても。お前の行動はすべてわかる。逃げられると思うな。ああ、犬もお前の兄も無事だ。この洋館以外は一掃されたはずだ。なんだそれは。それはわかる。手を見せろ。左手だ。まだ思い出さないのか。自分で思い出せ。
おい、何をしている？なぜ動かない？命じられない限り何もしないつもりか？もういい。助けを待っているのか。飲め。従うんじゃなかったのか。餌じゃない、伴侶だ。お前は俺の伴侶として共に永遠に生きるんだ。ふぬけた顔をするな。引き込まれるお前が悪い。嫌ならその顔をやめろ。耳障りだ。何をしてる？やめろ。泣く？お兄ちゃんって誰だ？お前は？遊園地？
ここから出たことがない。お前は遊園地に行きたかったのに、そのお兄ちゃんが熱を出したせいで行けなかったのか。お兄ちゃんがいなくなればいい。そうすればお前はその遊園地とやらに行けるだろう。何が違う？何も間違っていないはずだ。俺がそのお兄ちゃんとやらを消してやる。簡単なことだ。なぜだ？意味がわからない。お兄ちゃんがいなければ遊園地に行けるんだろ。お前の望みは叶う。消えたら悲しいのか？悲しいとは何だ？それが悲しい。寂しくて、遊園地に行きたいくせに、お兄ちゃんが消えるのが悲しいなら、お前はどうしたいんだ？我慢。俺にはさっぱりわからないな。矛盾している。お前がそうしたいのなら、それでいい。お前のその顔は気に入らない。俺はお兄ちゃんを消したいと思う。でもお前が悲しむのは面白くない。俺も矛盾している。そうだ。消していいのか？だったら、なぜ礼を言う？なんだそれは。お前の言うことは、意味がわからないことばかりだ。